こんにちは。今回も日本で最も人気な FPS であるインサージェンシーサンドストームをやっていきます。嘘はやめようか。ということで人口が増えてほしいと思っている霊夢です。切実な願いだなと思うマリサだぜ。今回はテロリスト側をメインに使っていきます。実際は1ラウンド目でボロボロにやられました。いつもの。今回選んだ陛下はデモリッション、爆発物が使えるようになる陛下だよ。武器はどうしたんだ？メイン武器は AK74 と RPG7 にしました。テロリストの定番メニューだな。テロリストの定番メニューって何？残ったポイントで AK にはグリップをつけて精度を上げて、あとバックパックを最大のにして弾薬数を増やしました。バックパックの大きさも変えられるんだな。やっぱりこの陛下の強みは RPG。 基本的に即死が基本のゲームだから、ガン待ちした方が圧倒的に有利なんだよね。だけど RPG だと簡単に部屋のクリアリングができるのがめっちゃ良き。確か治安部隊側のヘリを撃ち落とすこともできるんだよな。確かにそうだけど、近くから撃たないと避けられちゃうんだよね。まあプレイ100時間超えの霊夢ちゃんぐらいになれば今までに1機ほど撃ち落としたことがあるけどね。字幕を大きくするな、恥じろ。ちなみにこのマップは今通ってるように裏側から進んだ方が攻めやすい。大通りには大体狙撃兵がいるからな。よし、敵が視界に入ったら撃ち込むぞ。え？私の霊感が反応したので打ち込みました。霊感じゃダメじゃねえか。でもこのゲーム爆発物が使える陛下は限られているから、死ぬ前に全部打ち尽くすぐらいの軽い気持ちで使った方が、敵に圧力を加えられるよ。RPG は最大に発しか持てないから持て余すよりかはいいな。お邪魔します。扉が開いてる感じで。どうも。初キルゲットだぜ。容赦なくて草。敵が落とした武器はしっかり拾いま。テロリストの鏡。窓の外に誰かいるかな？味方が鉄拠船内に入ったみたいだな。私も援護に向かった方が。あれ敵じゃね？よく見えるな。寿命と引き換えに死人能力上げてもらったから。代償でかすぎない？これは死人性が良いゲームです。平気で嘘をつくのはやめようか。隣の部屋をクリアリング。いなさそうだね。鉄拠船に突貫。よしよし到着。中にはかなり味方がいるな。問題なく占領完了。右上に占領を成功させたプレイヤーが表示されるの好き。わかる。戦線が後退している間に追撃していこうね。フラッシュ版拾っておこう。広いがすごい。ここら一帯は制圧済みって感じなのかな？制圧済みだね。お前を除いて後から情報加えてごまかそうとするな。ここら辺に敵いそう。ちらどうやら敵はいないみたいだね。急に作敵能力劣化してない？安全そうだしリロードもしておくか。このゲームぶっちゃけガンエフェクトリアルすぎて銃撃ってリロードしてるだけで楽しい。じゃあ一生射撃場にいろよ。厳しくない？たまにマルチプレイしないとビタミン D が不足しちゃいますからね。ゲームの中で日光浴びようとするやつ初めて見た。 B 拠点の側面までやってきました。ディズニーランドのエントランスみたいな建物に入ります。どこがだよ。アーチの入り口がある感じ。お前の中のディズニーランドの認識甘すぎない？そっか、どちらかといえばデニーズか。あれこれ連想ゲーム。敵はまだ私の侵入に気づいていないくさいね。てか普通に敵いるじゃん。AK の鉛玉をくらい追加してあげました。逃したんだろうが。そこか。倒した自信がないので移動します。もし生きてたら出た瞬間蜂の巣だしな。ちょっとするかもしれないけど立ち入り禁止エリアから裏を取ります。立ち入り禁止エリアは入るとどうなるんだ？基本的に銃が撃てなくなるね。そのエリアを離脱すればまた撃てるようになるよ。よし、2階の裏が取れた。後ろが怖いけど今は目先の利益優先だ。なんで？後方のクリアリング不足で後ろから撃たれてんじゃん。こういう失敗よくあるよね。わざと失敗した風にするのやめろ。超高速で戻ってきました。せっかく RPG やるなら使わないとね。なんて？おっと上に人がいるね。ヘッドショット入ったっぽい。やっぱりインサージェンシーの銃声気持ち良い。他のゲームとは一線を置いてる感じはあるよな。私もマリサとは一線を置いているけどね。なぜディスられたのかわからん。RPG セット、発射後に向かって直射してて草。これだから RPG はやめられねえぜ。中でもドラクエが一番好き。ロールプレイングゲームの方なのね。会話下手くそか。リロード完了。もう一発おかわりどうすか？まさに泣きっ面に RPGだな。オーバーキルすぎるだろ。移動したらすぐ障害物の後ろへ。これインサージェンシーの標語ね。勝手に言ってろよ。車の断崖越しにガンマチ。えげつなくて草。ここが良い感じにフィットするね。お前は今日私逃がしたので一旦逃げます。これはダサい。しかもお邪魔します。どっちに逃げようかな。手榴弾投げ込まれててくさ。言うほど笑える立場か。かなりヤバいです。でしょうね。手榴弾の音も良い。こいつ常に感動してるな。入ってこれるなら入ってきな。ここ小物っぽい。やっかー。え、待って、ちょっとスポーンしました。ここドゥームリスペクトね。言うほど似てたか。 RPG を持って走る姿、まるでテロリストみたい。テロリストだけどな。ってかさっきと同じ場所じゃない？これで1000回目だよ。時間ループしてんのかよ。ゲームに勝たないとループから抜け出せないのだ。1000回連続で負けててくさ。向こうの部屋に打ち込む。今の華麗な命中見た。見たけどなんとも思わねえよ。オッケー、もう一発見たいってことだね。拡大解釈の王様。リロード完了。人がいそうなところに発射。今の見た。だけどやっぱなんとも思わねえよ。ということで何を見ても何も思わない感情を失ったマリサとゲーム実況をやっていきます。そんな設定ねえよ。ちなみに私は感情を失った霊夢です。お前も失ってんのかい。側面から進行中です。私の辞書に交代のに文字はない。全身のに文字しか記載されてないのだ。辞書ペラペラじゃねえか。前線に到着。戦場の亡霊と呼ばれた霊夢様のお通りだ。それ言われて嬉しいか。とりあえずは安定の RPG。 発砲してるのが見えた部屋にズドン。着弾音に感動した。感動しすぎて涙腺枯れてそう。リロードしてと。室内に RPG ぶち込んでやるぜ。楽しそう。どれどれ。え、普通に敵いるじゃん。無慈悲でくさ。こんなところに敵がいるとは。都会は怖いとこだね。都会は悪くないだろ。角でガン待ちしてそう。突撃。敵がいたら 100% 勝ってました。この状況でも生きがる才能の持ち主。味方さん来てくれた。これで100人ちょっとどいて。なんでだよ。お前が突っかかってったんだろうか。それは射程敵。早く隠れろ。で、ここにいるじゃん。危ないところだった。キル確認。ゾンビモードかよ。占領が完了したので移動。
話せばわかる。無慈悲。グレネードはしっかり拾っておきます。インサージェンシーの小じき。部屋の中に誰かいるかな？お邪魔します。お邪魔する態度じゃないんだよな。外にも敵なし。いざ突撃。敵は味方だった。こいつに銃を持たせるな。急に銃声激しくなってきてて怖い。しかもマップ入り組んでてなお怖い。お化け屋敷かよ。その突っ込み合ってる？お、私がいるね。RPG を使ってるだけで自分だと認識するな。変な建物の中に入ってきました。ここどこ？勘弁してくれ。私は誰？なんで記憶喪失になってんだよ。敵陣のすぐそばにある建物だね、ここは。多分その一言で信憑性消し飛んだわ。お化けとか出てきた。お化けだ。かわいそう。成仏したかな？怨霊になってそう。ちら。海ないな。霊夢センサーが安全と言っ、とりあえず修理に出しておきます。修理とかに出せるもんなの？ここ敵のスポーン地点を打ち下ろせそう。めっちゃせこいことやってるな。詐欺師と呼んでくれ。別にいいけどお前はそれでいいのか。どれどれ？あの角にいるね。なんで索敵能力だけ高いんだよ。よしよし、ここに私がいるとは気づきまい。大量キル獲得しちゃ、ヘイト溜めすぎてめっちゃ狙われてます。誰か助けしてた。あ、階段の方に回ってきてそう。なんでわかるんだ？長年の勘ですかね。はいはい、報告しておいたからね。チートじゃねえよ。敵はおそらくこっちに回り、リンゴじゃねえのかよ。やったか。この銃のトリガー壊れてんのか。やったっぽいけど、リロード中に援軍が来たら困るから。グレネードボーイ、そしてリロード。かっこいい。カットはそうやって使うもんじゃありません。今回の動画でお前ガンエフェクト何回褒めたと思ってんだよ。一回。記憶力終わってるのかわいそう。 RPG 落っこちてんじゃん。そんなに好きなら見た目で判断つくようになって。よし、ここでまた援軍の敵を迎え撃つか。積みました。選抜だな。まあ下に降りられるんですけど、逆にこの出っ張りにいる方がバレなさそう。それで隠れているつもり。性格悪くて泣いた。ぐるっと鉄拠点の裏までやってきました。とりあえず捨ててるやつを切る。ユーティフォー。それ今も言ってんのお前だけだよ。拠点内に侵入。味方さんが少なくて行動しにくい状況です。仕方ないからガンマッチ。何が仕方がないのか。敵もまさかこんなところに。そっちは聞いてない。戻ってきました。英語で言うならバックトゥザフューチャー。英語苦手なんだから黙っておけ。上から撃ち下ろしてる様子も絵になるね。私も撃ち込むか。 RPG 行。さっき撃たれたあたりの場所にズドン。戦国でバラバラになった自分の体を集めるんだな。セリフダサすぎない。リロードしてと。ズドン。どうせ早死にするから全部使い切ったのか。無慈悲な暴露。死んだら私の RPG 取られちゃうかもしれないじゃん。落ちている爆発物片っ端に拾ってるのお前だけだよ。友達も同じことしてたよ。泥棒仲間出してくんな。今は少年 A だけどね。かまってんじゃねえか。そしてさりげなくキルゲット。頭隠して尻隠さずだな。言ってるのか。バカにしすぎじゃない。ここにいても拉致が開かないので一旦降りることにします。バンジー。ちょっとやんちゃしすぎた。かわいそう。ゼルデンで覚えた隠密戦術を見せてやる。あれあんま隠密するゲームじゃねえだろ。私の存在に気づかずのんきに発砲したな。このゲームの壁抜きシステムを恨むがいい。やったのか。全くわかりません。死んでくれ。さっきの発砲炎でバレたかもしれない。一旦位置を移動する。おやすみなさい。一生起きるな。 G 拠点がなかなか起きないね。あっち側なんかヤバそう。逃げるが勝ち。いつも通りで安心した。何やら焼ける音が聞こえるね。今日夜飯何食おうかな。少しは興味を持って。音の正体はキャンプファイヤーでした。キャンプ要素どこ行ったし。マリサを肉持ってきてバーベキューをしようとするな。夫敵を発見。狙い上がれ。視界不良だが射程はずらしてないから当たってるはず。そして AK の音がここ。待って、ただの障害物じゃん。ふざけんな。歌を出してる間に味方さんが制圧してくれました。敵の擬音語使うな。最終拠点は弾薬庫。それを爆破すれば終わりです。 RPG とかでも起爆できるんだよな。他にも火炎瓶が遠距離なら確実だね。以前も話したけど、この地点で敵チームはスポーンできないから。ガン防衛しているものと思われるよ。こっちのチケットも残り2だから、慎重に進まないといけないから大変だから。急に IQ3 になるな。これラップだよ。インを踏むのが精一杯で軍が崩壊してんだよ。弾薬庫がある建物まで来ました。かなり激しく打ち合ってるな。室内戦は任せろ。こいつ全て吹き飛ばすつもりだ。この廊下によって騎兵が待っているので、しっかり構えて。ズドン。さっき味方さんが先行して行ってくれたけど、よしそこだな。敵さん逃げて。視認できる範囲にいるかチェック。運見えないから爆破しよう。出た。狙って。ズドン。ハッカー RPG の前には敵。よくよく考えたら弾薬庫爆破用の RPG なくなっちゃったわ。計画性のかけらもないな。そして無邪気に弾薬庫に入った味方さんは無事死亡。かわいそう。おそらく敵陣営の生き残りが最後の抵抗をしているみたい。 RPG があれば部屋ごと吹き飛ばして勝利だったんだがな。誰かさんのせいで。お前がいないだろ。というかめっちゃ慎重に覗いてて草。これがプロの技よ。プロは RPG 残しておくだろ。正論やめて。羞恥心に耐えて見てる感じ。左の角にいる。壁にしできるかわからんけど、射撃。味方も右側に射撃してくれてるな。ここにいても仕方ない。突っ込むかと思ったら味方さんが先に行ってくれそう。こいつ最低だ。やっぱり左にいたのか。玉切れを待ってから。よし切れたな。突撃に。めっちゃ跳ねるやん。よしやったね。まだゲームが終わらない感じ。他の場所に敵の残党がいるな。だったら急いで爆破準備。爆弾の設置は私生活でもよくやってるから大丈夫。そのセリフが大丈夫じゃない。よしもう少しで動画が終わる。そっちかよ。設置完了。味方さん離れて。吹っ飛べ。起爆。死にました。見ればわかるわ。ということで勝利。ちなみに弾薬庫爆破時の死亡はカウントされないから、みんなゆっくり自爆してね。自殺推奨するな。この試合では最もポイントを稼いだプレイヤーだったみたいです。素直に嬉しい。戦績はこんな感じ。見にくいけど25キル級ですでした。なかなかに好調だな。それでは今回の動画はここまで。ご視聴ありがとうございました。